アウサ2017では、ボーイングのショーラットランチャーを搭載した JLTV ユットの派生形を展示。短距離防空は、主にヘリコプターや A-10 や S-25 のような低空飛行の近接航空支援機などの低空の脅威を対象とする対空兵器と戦術のグループである。ショーラットとそれを補完する、高・中高度防空と終末高高度防衛は、 戦場の防空を高度と防衛兵器の範囲に応じて担当する区域に分けている。カナダ陸軍は2012年に退役するまで M113A2 をベースにした対空・対戦車システムを使用していた。アダッツは無人砲塔に搭載された完全自己完結型システムでフリアと TB センサー、レーザー距離計、小準機、捜作レーダーを搭載している。 八発,発のミサイルで構成されたアダッツは数秒で複数の脅威の発見、命中が可能。また、カナダ陸軍では、雇用で偵察戦闘車とラブスリーは攻撃機を破壊できる対空砲塔を備えている。射程は2400メートル。アダッツの退役後、ラインメタルカナダは、カナダ軍の短距離防空兵器となるオマズを製造した。2016年以降、 カナダもスパイクを使用している。アメリカ陸軍では、アベンジャー防空砲兵大隊は、戦域や軍団に配属され、旅団戦闘団や機動大隊に、防空小隊を配置することもある。ショーラットユニットは、アン t w 9 1アベンジャーに搭載された、プラットフォームをベースにしており、FIM-92 スティンガーミサイルとフリア、レーザー距離計。 M3P0.50 イン後継機関銃を組み合わせて近接防御を行う。アメリカ海兵隊では既存の抵抗度防空大隊は2つしかない。以下の触手専門技能はショーラットに関連している。RBS-70 全天候型の対空専用で他軍からの支援をほとんど必要としないように設計された携帯式防空ミサイルシステム。RBS-98 PVS10 全地形装甲車に搭載された多数のアイリス T ミサイル高機動ランチャーはネイザムズさんのサブプロジェクトである。トラックの荷台に4発のアンロムミサイルをラックに搭載したハンビーで構成されている。 h t t p s f a s o r g s g p c r s w e p o n s i n 1 0 9 3 1 p d f https://www.armyrecogn.org/nowvember2019 i global defense stat security army news industry ファーストファイアリングオブ RBS-98、エアディフェンスミサイルシステムフロムスウェディッシュ、ソイル、HTML、ありがとうございます。